ローラはアメリカ合衆国、ロサンゼルスを拠点に活動するバラエティタレント、ファッションモデル、歌手。父はバングラディ主人。母は日本人の地を4分の3、ロシア人の地を4分の1受け継ぐ、いわゆるクォーター。国籍は密消。身長165センチメートル。東京都多摩市出身。リベラ所属。双子の兄がおり。 さらに下の兄弟も双子である。モデルとしては雑誌、ビビでの活動が著名。各種テレビ番組などへのタレントとしての出演も活発で会話の合間に舌を出したり頬を膨らませる仕草を頻繁に見せたり、敬語が苦手なことから誰彼なしにため口で接する奔放なキャラクターで有名。近年では環境問題や社会問題への関心を示している。 料理が趣味で SNS で披露してコメント欄で絶賛されたこともある。ローラという名は、米国のテレビドラマ、大草原の小さな家の登場人物、ローラに由来する。幼少の頃に両親が離婚。ジップと共に、ジップの再婚相手となった中国人のママ母と生活して育った。埼玉県狭山市で生まれて、すぐに、 バングラデシュへ移り現地のアメリカンスクールに通った。小学校1年生の時に日本へ帰国し、しばらくして再びバングラデシュへ移住。やがて父の仕事の都合に伴い9歳で日本へ再入国。本人曰くこの頃から日本語がうまくなったという。高校時代に渋谷でスカウトを受けてモデル活動を開始。2015年より、 活動拠点をロサンゼルスへ移した。2020年6月30日、約14年間在籍した所属事務所、リベラを退所。2007年からポップティン、ポップティーン、市場で読者モデルとして活動。以降、同市での活躍を機にモデルとして注目され、オファーが増える。2008年に雑誌、ビビに初登場。さらに、同年内に、 同志の専属モデルへ。以降、翌2009年から2011年にかけて、渋谷ガールズコレクション、東京ガールズコレクション、並びに、ガールズアワード、ガールズアワード、などのランウェイイベントへの出演を重ねていった。2012年には6月発売の、ビビッシュ8月号で同志の表紙に初登場。8月には、自身初の書籍にあたる、ザ・ローラを発売している。 2010年6月に同じビビモデルの藤井里奈、大石3月と共にバラエティ番組シャベくりセブンにゲスト出演し、それをきっかけとしてバラエティ番組への出演が増加。2011年には出演番組数を前年の38本から約5倍の200本に増やし、日本モニターの発表によるタレント番組出演本数ランキングのブレイクタレント部門で4位となっている。 翌2012年には4月から昼のバラエティ番組笑っていいともにレギュラー出演。年を通して多くのバラエティテレビ番組出演を重ね、それら各所で披露した OK というセリフが流行語として認知されるに至った。2015年9月1日オフィシャルファンクラブローラ S ファンクラブを設立。2010年に発売となった雑誌 Vivi による コンピレーションアルバムに中島美香のウイルをカバーした自身の歌曲を提供。2011年には一サソルジャのシングルアイヘイ e y o に客演し歌手デビュー。さらに2012年にはデビューシングルにあたるメモリーズを発売。7月発売のこの楽曲はちょうど同時期公開の劇場版ポケットモンスターベースト一首キュレム VS 聖剣士ケルデオの主題歌ともなった。 6月末にはメモリーズが iTunes ストアの総合チャートで1位となっている。9月には YouTube に公開したカーリー・レイ・ジェプセンの Call Me Maybe のパロディビデオがわずか7日間で200万回再生を突破。ジェプセン当人がこのビデオを見てツイッターで賞賛来日の折に対談の機会を持った。この件に関してはジェプセンとの契約を持つジャスティン・ビーバーから受けた例の ツイートも話題となった。2015年8月21日に自身のツイッターで映画バイオハザードシリーズ最新作に出演すると明かした。出演作はバイオハザードザ・ファイナル。演じる役は主人公のアリス・アバーナシーと共に最後の戦いを挑む女戦士コバルト役で起用した理由として映画制作プロデューサーは 彼女は驚くべき美貌と人を引きつける強烈な個性、強い意志を持った女性。今回のコバルトは彼女が適役でしたと語っている。2013年には自身のプロデュースによるファッションブランドバッシリサが発足。化粧品ブランドを手掛けるフィッツコーポレーションと所属芸能事務所にあたるリベラの共同事業による展開で、早速第一弾の商品として2種の香水とご種の ボディミストの制作に着手、ピーチ・ジョンでの先行発売を経て同年中に全国発売開始。2017年6月17日、最近裏切られたことがあって、心から悲しくて沈んでいるんだけど、私は人には絶対にしない。今誰のことも信じられない,ないくらい怖いんだ。黒い心を持った人とは絶対に一緒にいたくない。10年の信頼を返してください。 などのツイートを行って注目され、8月には所属事務所のリベラに対し、実質20年間の専属契約で不当に拘束されているとして、契約終了を求める申し入れ書を送付していた、との報道がなされた。2018年4月27日、リベラと和解したことを報告。2020年6月30日をもって、リベラを退所。ビビの 専属モデルを務めていた時期、2009年から春、山正司とビビの提携企画開発による女性向けスーツ、ビバフラースのイメージモデルへ。後には、ファッションブランド、サマンサタバサのイメージキャラクターにあたる、サマンサミューズの一員ともなり、2011年8月から、山本水木、エベ原由里、道端、ジェシカ、板野ともみ、 および土屋ともえみという5名のサマンサミューズラにテーラーも無線を加えた総勢7名で同ブランドのテレビコマーシャルに出演。他同様の顔ぶれとともに同ブランドの書籍型カタログの表紙に登場するなどした。2012年には20代前半向け化粧品ブランドブリジットからのイメージキャラクター起用を受け、 1>, 1月末から同ブランドのテレビコマーシャルに出演。さらに4月には藤家用が視点からの広告等起用が決定。同社のマスコットキャラクターにあたるペコちゃんと自身の舌を出す仕草との類似性などが着目されての起用であった。ホットランドの展開によるたこ焼きチェーン、月地銀だこからのイメージキャラクター起用もあり、8月から同チェーンの店頭ポスターや、 テレビコマーシャルなど様々な広告キャンペーンに登場。続けて9月には自身のプロデュースによる2種の菓子製品を同社より発売。この年には下着ブランド、ピーチ、ジョンのブラジャー製品、クーリッシュブラからのイメージキャラクター起用もあり、その活動の一環として同ブランドのカタログの表紙に登場するなどした。2013年には美容ブランド、ツヤモテビューティーの イメージキャラクターに就任。2月より同ブランドのテレビコマーシャルに出演している。さらに足関連用品総合ブランドドクターショールからのイメージキャラクター起用を受け、3月より同社製品のテレビコマーシャルに出演。同時期には清涼飲料桃の天然水のイメージキャラクターともなり、カ原智美と浜崎あゆみに続く CM キャラクターとして4月から、 同製品のテレビコマーシャルに出演している。さらに新たにイメージキャラクターとなった三井アウトレットパークや溝端淳平並びにパンチェッタジローラモと共に CM キャラクターを担う TBC のテレビコマーシャルも同時期からの放映開始となった。11月には米国ニューヨーク発のファッションブランドレベッカ・ミンコフの広告キャンペーンに起用。2015年10月5日 三年連続受賞で永久ベストジーニスト殿堂入りを果たした。2016年3月4日、JR 九州公式フォートグラファーに就任。インスタグラムで鹿児島の写真を発信。2012年2月29日に自身の公式ツイッターを開始。それから3日間のうちにフォロワー数19万人超という人気を見せた。開始10日後の3月9日に30万フォロワーを 突破。2週間後には43万四に達し、ついにますます若翼やキャリーパミューパミュを超えて、日本の女性モデルで1位のフォロワー数を計上。10月初旬に100万人を突破。2013年11月に180万人を超え、2013年12月11日時点で183万4543。フォロワー数総合ランキングにて第4位。 2020年1月8日に YouTube に初投稿を行った。前日の1月7日に自身のインスタグラムにて発表していた。バングラデシュ人、日本人、及びロシア人の血を引く根欠であるが、ゆえのエキゾチックな容姿という持ち味に加え、どのような人物に対してもため口で物おじの様子を見せない本当な性格などが顕著な特色と捉えられている。 一般には、いわゆる、天然キャラが広く浸透しているものの、世代の近い若者層の間では、ファッションリーダーとしての認知をも受ける。メモリーズの発売による、歌手活動への着手があった2012年には、音楽ニュースサイト、バークスの、最も読まれたニュースを集計する企画、バークスニュースアワードにて、洋楽部門のミューズと並び、邦楽部門で1位になるなどしている。ありがとうございます。